キャスリン・ジューステンはアメリカが州国シカゴ出身の女優である。シカゴで精神科の看護師だったというキャスリンは40歳を過ぎてから長年の夢だった女優になることを決意。有名な演劇学校で学び、家計を支えるため様々な仕事をしながら演劇活動に専念するようになる。その後56歳で一年発起して、 ロサンゼルスに移住をすると、本格的に女優として活躍。ER 緊急救命室、二人は最高。ダーマグレッグ、スクラブスから恋の、お騒がせ病棟、アリーマイラブ、バフィ、恋する十字架など数々の TV ドラマに、ゲスト出演し、ザ・ホワイトハウスのランディンハム夫人役を講演。さらに、デスズマでは、2005年と2008年に、エミー賞で、 コメディ部門のゲスト女優賞を2度獲得した。2012年6月1日、肺がんのため亡くなった。去年72歳。11年にわたり、がんとの闘病生活を送ってきたが、最後は2人の息子をはじめ家族に見取られて、息を引き取ったという。葬儀は、近親者のみで行われる模様。キャスリンさんは、40年以上も喫煙をしている、ヘビースモーカー。 2001年に肺がんと診断されたが、化学療法や放射線治療を受けず手術だけで回復したものの、2009年9月に再発したことが明らかになった。ファイザーの肺がんキャンペーンのスポークスマンを務めた。ありがとうございます。